どうも、遠藤正明です。さて、今回のエンチャンネル TV はミルクタブのバンブーとプラモデル作りに挑戦してきました。果たしてうまくできたのか、楽しんでご覧ください。どうぞ。どうも、今日はですね、はい、バンブー、はい、バンブーと上野に来てます。上野の何ですか、ここ。山城屋さんという、はい、ここら辺界隈ではですね、一番、はい、有名な何屋さんの、お餅屋さんです。今日は何を買う、はい、今日はですね、遠藤正明無趣味で有名でございます。趣味がないと。そうそう、うん、ここでじゃあ趣味をじゃあちょっと作ってもらおうということで。いいね。今日はですね、プラモデルを、はい、作ってみようかと。ちっちゃい時は作ったことあるけど。そうなんですよ。何を買うか、はい、何を買うかも選んでですね、ちょっと物色しましょうよ。はい、はい、じゃあというわけで、プラモデルコーナーに早速ガオガイガーが、すげえ、すごいじゃん。組み立て済みのものが、あ、これは組み立てなくてもいいってこと。そうですね、これがボックスに入って4種セットで入ってる。これでいいんじゃない企画の意図これいいんじゃない。これ簡単だよ。簡単すぎるでしょ5秒で終わるわ俺本当初心者だから、はい、何から組み立てりゃいいのかがよく分かる。人型はやっぱり簡単なんで、はい、あ、お、マジンゴー。そうですね、いいじゃんいいじゃん。やっぱさ、プラモってこの絵がいいんだよね。本当にパッケージアートは素晴らしいですよ。そうだよね、人型これでいいな俺人型すぎるわこの辺は難しいだろ。これが完成品なんですよね。4000円ぐらいで買えるんだ。もう今そんなもんですね。もっと高いイメージが、ボリュームによるんですよ。細かいものとかちょっと7000円になって、分かるんだよ。ハイグレード、マスターグレード、うん、あとパーフェクトグレードとかって、パーフェクトグレードは1万円超えるもの。あ、そうなの。いや、これかな。これ作りたいな、マジカルガールそれかドラえもんだね。ドラえもんは楽っすね。うん、遠藤さんといえば、うん、まあ、ロボットアニメのね、まあ、主題歌というところもありますので、うん、ここらの辺のですね、ちょっとロボットものをちょっと攻めたい。そうだね、やっぱロボットもんだね。で、今のプラモデルって、うん、ニッパーだけでいいんですよ。接着剤いらない。ニッパーってパチンって切るやつね。ハサミみたいな。何、おすすめ、この中から選ばればいいの。マジンガー作るよ。じゃあマジンガーでもいいですよ。難しいの。いや、まあこれは普通ですね。普通、普通がいいんですよ、はい、ハイグレードこちら。まあじゃあ、グレートマジンガーとマジンガー Z にしましょうか。あ、じゃあこれ買おうか。じゃあこうしましょうか。じゃあこの2つを買いたいと思います。はいはいはい、バンブの会社の会議室を借りまして作っていきたいと思います。そう、買ってきましたね。で、今回は、はい、マジンガー Z とグレートマジンガーですね。俺はグレートの方と普通のマジンゴール。そうです、そう、マジンガー Z やよちょうどうちの世代ですからね。はい、僕はマジンガー Z にしようかな、やっぱり。僕はグレートマジンガー。うん、じゃあこれを2人で作っていきたいんですが、はい、開封。おお、お、すごい、こんなパーツあるんだね。こうやったのか分かんなかった。やめろ、ほんとやめろ。これもすでに色分けしてるんで、組むとそれなりにそれっぽく見える。なるほど、これがトリセツってことね、はい、普段こんぐらいのパーツだと何分かかるんですか。早ければ1時間1時間ぐらいで。でも難しそうだな、めんどくさそう。まあめんどくさいのがいいんですよ。でもそんなに難しいあれなんですよ。で、今回はパチ組って言って、うん、普通に説明書通りに組み立てるっていうのをパチ組って言うんですけど、うん、パチ組に挑戦したいと思います。本当に君詳しいの。オタとしての基礎知識、うん、あ、マジで、これがニッパーです。今のプラモデルって非常にですね、進化しまして、昔は接着剤とかいたんですけど、うん、今はもう接着剤いらない。2つ用意してくれたんですね。はい、これはプロ用 と、普通の。かけましたけどよこれは必需品なわけです。必需品作る。で、まずやることとしては、はいはいはい、まずパーツ出します。はいはい、出しました。で、細かいパーツもあるので、はい、箱の中に、はい、あ、箱の中に入れるんですね。なるほど、箱の中で作業する。それとパーツが飛んだりとかしない。お前すごいな基礎知識やる。すごいすごい。え、これは全部開けるの。全部ビニールを取ります。なるほどね、こうやってやったらこうなくならないわけね。これ僕のやり方なんですけど、うん、まあ、ランナーをこっちにドカッと、こっちとこっちを合わせるんですね。こうね。おお、これ見なきゃ作れないもんなの、お前。無理。本当？いや、だから俺は見なきゃダメだけど、お前は見なきゃダメなのかって話で見なきゃダメだろ。本当？白くねえな、そいつ。お前これいらないじゃん。俺は言うよ。いや、まずですね、説明書、お前と俺の説明書違うから当たり前だろで、例えばこのあれだと、A って書いてあるんで、
うん、A の5とか A の10ってありますよね、はいはい、するとこのランナーに A っていうのがもう書いてある。あー書いてあるね。でこの A の5番を探してパチッと切る、うん、なるほど。 A これは A ですね。これですね。これはいいか。これじゃ E だった俺の方が A だった。うん、俺の方が A だろ。違うんだってみんな。え、ね、これでランナーを切りますと1の4って E の4だからこれですね。1の4、これうわちっちゃっ。結構繊細じゃないこれ。で切るときはこの平らの方をこうパーツのとこにやって、この本当にギリギリでパチッと切ると。へえ。じゃあ手先は器用な方なんだ。昔からまあいろいろなんかこういう作る系は好きだったんで。へえ。 A の12、 A の12って言うとこれこれさっきの A なんで、これの12なんで、これのここですね。クリアパーツです。あ、知ってた知ってた。ムカつくな。飛んだ飛んだ、ちょっと待って。しかもクリアパーツだから見つかんねえんだこれ。これなくしたこのサイズ。このサイズをなくしてる今。俺どこに飛んだんだろう。受け取ってた今違う。ここでポンってこっちに飛んだよね。どうしたこっちの方に。あーった。よし、あったあった、よかった。よし、これは大変だぞこれ。飛んでこれ組み立てていくのも。そうです、組み立てます。これちっちゃいな。こうで、これ絶対落とすんだ。でこれで、はい、でこれこうなる。いやちっちゃ。あ、これあれじゃない。そう、あのパイルダウンするやつですよ。パイルダウン、おー、すげー、こんなちっちゃいの。そうなんですよ。もう嫌になっちゃった。さっきのさ、はい、ドラえもんとかが重要だ。俺には、まあ、ドラえもんでもいいんですけど。うん、だって俺ドラえもんは好きだもん。この上でやんなきゃダメなんだ。そのために用のこれ箱だ。なるほどね。C の2はまた違うんだ。めんどくせえ。もう嫌なって。イライラする。イライラする。めっちゃイライラする。え、こんなのお前やんの。やってます。何が楽しいの。できるまでのね、過程なんですよこれ。いきなり完成品でもいいけども、自分で作るとやっぱ愛着が違うんですよ。そうだな、そうだ、わかる。俺は悪かった。それはそうだよ、愛着は湧くわな。そうなんです。うん、で途中でパーツをなくしたりとかね、そういうのもちょっとした絶対なくすからな。あのクリアのやつは特に気をつけて。はい、 C の2ってどれだ。緑探せ、C の2。バンブ飲み行こう。飲み行かねえよ。作れよ。すごい、すごい。何が。いや、こんな、あ、そうそう、動くんですよ。こんな精密なの。うん、見て、あ、これすごいな。聞いてる話。聞いてますよ。よし、ちょっと休む。ええよ。ランナーを覚えるまでは結構大変ですけどね。ランナーって何。これ、この、あー、そうそうそう、慣れると。あとジグソーパズルなもんだから。ジグソーパズルの方が簡単だよ、この分かれてない。逆にジグソーパズルの方が全然ダメ。涙目なんですよ。 C の1の、あ、これもだ。 C の1の10。え、これこれどこまでがパーツなのかが分かんないんだ。まあ大体そのまま根元から切ればいいように作られてるんで、うんうん、イライラ、イライラしくるな。イライラしくる、イライラ。向いてね。ここでいいんだよ、うん、そうそう、うん、でも頭できてる。いやまだ半分だけど、私はもう頭まで組んでしまいましたから。せっけんのよ、そんなの早ければいいってもんだよ、ないんだよ。素人に勝って何が楽しいんだよ。勝つとか負けるとかやってるんだよ。 C の1って、ちなみに完成するとこういう頭です。もうすでに結構よくできてるね、やっぱりすごいね。B の1って何。あ、これ俺どこ今作ってんだっけ。いや、ないですか。徐々にできてきませんはいだな、人生と一緒だな。ちょっとずつ、ちょっとずつだな。そうそうそう、深いな、なんか、うん、じゃーん。
完成。あとこれの頭の付け方がちょっと悪いじゃないですか。これがこう来て、あ、その上につけるってこと？そうそうそう。で、これで顔が長くなった。そうそうそう。ちょっと長くなっちゃう。これ、これでつければ大丈夫です。オッケー。こうだ。正解。これちょっとずれてたね。だからこう、そうそうそう、顔がでかくなる。長くね。やっと5ページ目終わりだぞ。基本放送やな。大変なものに手を出してしまったぞ。これね、昔ね、ある番組でアンジェラのギターのカツにさ、カツくん好きだね。カツがおすすめで、これいいですよっつって、昔のさ、まだ作ってない箱からもしてこう古いやつでさ、それくれたんだよ、はい、じゃあ作ってみるな今度って言いながら、俺ずっと作ってなくてまだ部屋にあるんだあるんだF の、また F、下打ちしない、日本全国の映画を見とるで。本当だね。あー楽しいこれ今日中に終わるかな。もう一人でどん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 行かないで置いていかないで。やってて楽しくねえんじゃない。いや楽しいんですよ。完成した時にやっぱりね、この苦労が全部報われる感があるんですよ。それをね、遠藤さんに味わっていただきたい。 C の1の12に撮ってない俺撮ってねえし組むとこで腕だ。で、こっち、B。どういう時にプラモデルを作りたくなるの？心を落ち着けするのに、うん、作ったりします。落ち着くの、これで逆にイライラしてしないの？虫になれるんですよ。ほら、ここで指もできました。お前、早っ！これ貸して、これをちょうだい違う、ガンダムの腕にゼータガンダムの腕つけるのまですんな。今までさ、一番難しいのってさ、これ何時間かかったの？1ヶ月とかかりましたね。そんなかかんだ、やっぱりあの、ちまちまやってると。パーフェクトグレードってやつだって、あれはパーツ多いんで、うちもでかいし、まあ大変でしたんだよ。何？ひょっとしてパーツそれちょっといいですか、それ、うん、あ、これお前のとこだ、これふざけんなそうみたいにねえと思った時間稼ぎできなくなったじゃないかよ、ねえと思ったら意外とちゃんと分かるんだね、パーツ。分かるよ、そりゃ。お前プロだね。意外とこれ地味だね。あ、でもそうして地味な作業から素晴らしいものができるんですよ。そういうもんかね。そういうもんです。やっぱあれだね、出来合い買ってくれやからな。F の2。ありがとう。そうだ、これでこうちゃんと回っていくんだ。切る人がいればいいんだよね。自分で切らないとでも分かんなくなりますよ。パクって2。C の2。なんで腕一本でいっか。完全にもう程がある。さっき作ったから分かるよ、これ。これも武器も、その間にこれ作るちょうだい24。下打ちしない、そうやって。お前下打ちじゃねえ、俺やってんだよお前に誰に、俺にかよ注意してんだよお前に単純作業苦手ですよね。じゃあ俺ね、好きなの単純作業。嫌いじゃないの、ただイライラ。こういうのってやっぱり一人で作るの？まあ一人ですよね。みんなでワイのワイの作る感じではないですね。わかったぞ、うん、これってどっから作ったんだっけ俺。これ、これ、あ、お、これだ。もう一回これを作ればいいんだ。じゃあ F の1ってどれだ、これ。お前もう把握してるな開けるな自分を振り立たしてるための、そうこれ足、あー、そうか、さっき俺これ先走ってやっちゃったから、これ組み立てるのがめんどくさいんだ。先走りすぎなんですよね、やっぱり順番にやんなきゃダメなんだね。できたー、チェックあの、すみません、右手が2つあるんでどっちか左手を。右手2つあるってことそうそうそう、これは違うパーツってこと。そうそうそう、握り手と、あの、こう持つ手と、うん、あと平手があるんで。お前今まで何個ぐらい作ったの。200とか300ぐらいはいいんじゃないですかね、多分。 OK、 できました。やっとここまで来た。登山と一緒ですよ。登山の方楽だな。そう、高尾山上と登ったけど、その時の方が、ね、楽だった。そう、うん、ここまで来るとなんかこう、もうすぐ完成感がある。もうすごい、お前ちょっと向こう行って何入れるか知ってる
よく料理番組みたいにさ、はい、これをもう一個作るとこうなります。ってしない？あれ、どういうこと？どういうこと？バンブンが失敗するとさ、嬉しいのはね。F の2の16ってこれでしょ？そんで、F1。F1 これね。もうほら、だんだん分かってきた。どこに何が。そうなんです。横に見るのね。そう。なんだよ、こっちじゃねえかよ。だからだよ、なんか全部中途半端で終わらせてこなと思って。すごい。お前、早いな。あんま早く作ったら面白くねえんだよ。すいません。めんどくせえって言わない。小声で言わない。ちょっと人が少々先。え、早っ！うわ、早いなぁ、畜生。なるほど、これさ、左右一緒に作っておけば楽だったんだよ。そうなんですよ。あ、お前それを知ってるから、眼かかってないんだよ。なんだ、俺今頃気づいたよ。それと一緒に。よ。そうやって一つ一つ覚えていくんですよ。イライラする。B1 の21。できた。わ、すごい。かっこいい。残りか。完成。右足。終わりました。よし。え、終わったの？お、かっこいいじゃん。ここでしょ？そう。ほら。そう。いい感じです。正しい。あとはボディだけですよ。ボディだけ。じゃあジェットスクランブルのお手伝いでもしよう。なんかスポット入ったぞ。道は長いね。もうすぐですよ、ゴールは。何すか。見えねえんだよ。そうっすよ。背中ができました。お前、一番やりたかったところじゃん、俺そこは。俺がお前メインだろ、お前。メインじゃねえよ。そのために作って、一番いいところ作りやがった、こいつ。ひどっ。お前、この野郎。メインじゃないでしょ、そこは。ゴンがメインじゃねえかよ。パイルダオンでしょ。なんだよ、パイルダオンでしょだよ、お前。よくできてんな、これ、ちっちゃいのに。すげえ。すげえな、じゃねえよ、ボケ。かぁ、すげえな。じゃねえよ。はわわ。違うんだ、俺悩んでんだから、ちょっと黙ってろ、お前。もう嫌だ、もう満分嫌になってきた、俺。もうちょっと、で、ここの出っ張りとここの出っ張り合わせるんですよ。難しいね。お前、ここも今、お前乗っけたろ。俺がパイルダウンしたかったのにお前こいつ全部いいところ持ってった。ふざけんなよお前。ひどくねこいつ。こいつほんとひどい。パイルダウンってすんじゃんなあ最後に。なんやねんお前。パチ組だからちゃんとね合ってるかどうか確認しちゃダメでしょ。ほんと腹立つ。遠藤まさきプロ向いてないですよ。違うよ、向いてないじゃないよ。コツコツやってるのにお前が全部いいところこうやって全部やるんじゃないかな。これ外してもらっていいですか。うん、オッケー。外すの任しとけ。ほらこれ F2 でしょ、うん、F2 の23を今取ったのここから、うん、じゃあ F1 の23は何、どこやったの。皆さん、この足に入れたこのパーツでた。そうだ、知ってんね俺、バブル。ほら、これ。こっち。全然違うじゃん、太さ。こういうことがあるから、絶対説明書を読まなきゃダメだってことだよ。ほら。お。ぽい。ぽくなってきたよ。で、これをさっきくんだ、これに合わせます。知ってんねもう。え、これでいいの？違う。逆す。パイルダー。パイルダーもしたかったもん。ワクワクしてね、なんか。そうなんですよ。でもさ、はい、ワクワクがなくなってきたんだ。なんで？お前のせいだよ、パイルダウン。もう、イエーイ。
これはこっちか。そうです、こっちか。そうです、パイルダウン。まあそれはパイルダではない。つけて、つけてパイルダウン、コーティング。そうです。もう1個変じゃないんですか。アタッキューしてない。アタッキューはしてない。大丈夫ですか。ここ今です。腕をパイルダウン、いいじゃん。ほんで頭をつける。はい、だこれさ、結構頭ちっちゃくない。ほら、俺このパーツを作りたかったんだよ最後に。そんでさ、はいはい、それで、はい、じゃあ次ね。お前が作ったこれ、お前が作ったな。こうやって背負わせるわけですね。あ、こうだ。そうそう、あ、正解。できた、できた。これでおしまい。おしまい。そんでパイルダウンをすればいいんですよ。そうす。よし、パイルダウンするぞ。なんかお前がやった後だって気分がさ、アイルダーオン。デデデンデデデデデ。なんか二番煎じて嫌だな。そんなことないよ、そんなことないよ。作ったのは遠藤さんですよ。でもよし、完成。俺が作ったマジンガー Z、 そして僕が作ったグレートマジンガーでございます。ね、いや、これすごいね、やっぱね。ディティールとかも含めて、テレビのアニメと、ね、出てきたものがそのままプラモデルになってますね。いや、ハマるの分かる。アニメだけの中の世界でこう合体とかさ、うん、こう動いてたものを実際こうやって作っていくと、あ、こんな感じっていうのはあるよね。ありますね。ただ、はい、やっぱこの最後のこのこういうのとか、このパイルダウンは作った人の特権じゃねえのか、お前。初心者で何分ぐらいかかったの。2時間弱ぐらいです、ね、で作れる、はい、全然初心者でも設計図通りにちゃんと作ればこれは面白いね。時間が潰せるのと、あと頭使うんで意外に。そうだね、またこういう塗るとなるとまた違うね、全然作業になってくる。逆に今塗らなくてもそこそこ、うん、あのね、本当いい出来になってるんで、すごいいい世の中になりましたよ。いやー、いい。なんかね、集中するのにいいかなと思った。気分転換とかね、いいと思います。俺はやっぱほら、ちっちゃい時からマジンガー Z を見てたので作れて嬉しかったな。今日はバンブーとプラモデルを作ってみました。はい、ありがとう。ありがとうございました。どうも、なんと、はい、この度、遠藤正明 VS バンブー土佐回り、はい、アコギの旅という、そうです、アコギのライブを、アコギのライブを10月から始めることになりました。はい、すごい。まあこれね、なぜに始めるかって言ったらまたあの長くなるんで、手短に言うと、まあバンブーの願いを一つ叶えよう。そうですね。俺あの今までね、弾き語りのライブってやってきてなかったんだけど。あ、そうなの。そうそうそう、あの二人でやるっていうのはあったけど、一人で弾き語りっていうのはなかったんで。あ、結構レアですね。こういう意味でもレアかなと思うし、はい、旅を回るのもいいかなと。最近ほらバンブーいいことなかったじゃん。体を壊したりさ、日本全国いろんなところを土佐回りしてですね、あの美味しいものを食べてバンブーに元気に健康になってほしいという願いを込めまして、はい、あと僕がね、遠藤さんに見てほしいところがいっぱいあって3カ所お、大阪、はいはい、岐阜、徳島。あ、それもう決まってるんですね。10月、11月で決まってるということで、よろしくお願いします。ぜひ対バン形式で一緒に何曲かやってもいいし、ゲスト入れてもいいし、まあいいですね。あのこの話をしたら結構俺行きたい行きたいっていうやついっぱいいるんだよね。言っちゃいますね。そう。日程がですね、10月の12日が、はい、大阪梅田トラット、そして10月13日が、岐阜のアトリエアワラカというところです。そこは、ここがね、アトリエアワラカっていうのが、うん、岐阜696って言われてましてですね、うちのディアドロップスってゲームの中に出てくるライブハウスを、うん、そのまま実際に作ってたらいいんですよ。マジマジですごいね、それも。すごいですよ。へ、山のちょっとあのなかなかアクセスはちょっと不便なんですけど、うん、でもすごいいい箱なんで、へ、すごい、ね、なかなか行かないところに行こうっていうのが今回の旅のテーマです。まあ、そうだよね。そして、11月の3日にですね、はい、徳島のホットロット徳島、これもしかして前の日に、そう、地獄バーベキューあるんで。なるほど。じゃあ俺伸びすぎててこの分歌えないかもしれない。歌いながら吐くかもしれない。最悪やな。あの、こちらもどういうライブになるかわからないですけど、まあ、ね、行き当たりばったりですよ、ここ。うん、楽しくやりたいなと思っているので、ぜひ時間と興味のある方はよろしくお願いします。チケットの方は先行はもうすぐ始まりますので、詳しくは、はい、遠藤さんのホームページか、ミルクサブのホームページをご覧ください。はい、よろしくね。お願いします。バイバイ。今回のエンチャンネル TV どうだったでしょうか。
プラモデル作りなかなか楽しかったです。機会があったら今度はもっと大きく、そして難しいものにも挑戦してみたいなと思っています。そしてバンブーと10月から始めるアコギライブ、忙しい2人なので不定期にはなりますが、長く続けていこうと思っているので、ぜひ、近くの会場に歌いに行く際には遊びに来てほしいなと思っています。よろしくお願いします。というわけで、エンチャンネル TV 次回をお楽しみに。空にそびえる黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心をバイルダウン、飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジンゴーゴー、マジンゴーゴー、マジンガーゼット。お前歌詞間違えてる。全然わかんない。